新しく小学1年生になった子どもたちを対象に、淡路市で交通安全教室が開かれました。淡路市立浦小学校で開かれた交通安全教室は、不慣れな道を通っての通学が始まることや、行動範囲が広がることを受け、淡路市や淡路警察署などが企画したもので、新1年生およそ40人が参加しました。参加した新1年生らは、淡路警察署の警察官らから交通ルールやマナーを教わった後、通学路の交差点に移動し、青信号になっても車が来ていないか左右を確認してから渡ることなど、実際に体験しながら学んでいました。道路のところ走らない、赤は止まる、青は進む、走っちゃダメと遊んじゃダメ、右左見てから渡る。新入生になりますとですね、一人で登下校する機会がありますので、登校中とかですね、下校中に事故に遭わないように、正しい交通ルールをしてもらってですね、楽しい学校生活を送ってもらえたらなと思う。淡路警察署は、子どもたちが安全で楽しい学校生活を送るためにも、地域全体で見守ってほしいとしています。